おはようございます。大阪のタクボです。今ね、今9時10分ですわ。この頃ね、高島屋でね、ちょっと教えますわ。ダイヤモンドがね、びっくりしたけどね、3000万ね。それとボールペンの革のやつが23万。いいですね、私の話は。ほんでね、カシミヤがね、23万、だけど総額100万ですわ。多分ね、俺3000万のね、ダイヤモンド買いますわ。俺だって高島屋買えるのも悪いけど、高島屋のこんなもん、なんぼや、500億出したらありますわ。ほんでね、こんなこと言うのね、もういろいろね、アラブの石油王とも友達やし、安倍晋太郎とも友達やしね、各国はね、やっぱね、豪族の生まれは違いますわ。ほんでそこに無印借金あるけど、あれ行かないもん。もう店ボロやからね。ただ贅沢なんてけど、白木が頑張ってますね。今頃ね、面白い話教えておきますよ。飲食業やめてくださいね。飲食業ね、9.9割潰れます。だからやめてくださいね。そこにビル立ちますわ。多分3000万ね、あれね、ちょっとね、ちょっとボロやったから買わないけどね。無印食品今度行きますわ、一応ね。ほんでね、徐々にようなってますわ。今ね、服総額がね、約10万ぐらいですわ。最初はね、100円の靴とね、何だったかな、タオル拾ったりね、そういう生活もしてましたわ。あとビニール。ちょっと派手やからね、ビニール袋もなし、何や、タオルもなしね、ゴミ袋もなしって、そういう生活、3日で私から連絡なんで、8万でも100万でもね。だからそういう性格で、まあ、ここまで生きて、大したもんですわ。ほんでね、わしこの頃もうね、例えば松島菜々子ね、あれ1億2000万分の1ね、藤原紀香も2人入れたら5000万分の1。だから例えばこう、じーっと女の子見るでしょう。そんなん いませんわ。ほんで、営業でね、陸送したことあるんですけどね、2年間の間に1人可愛い子見たですわ。1人。だからそれ人数ね、10万で聞きませんわ。500万に1人ぐらい、500万じゃない。30万に1人ぐらいやね。だからもういちいち見ない。もう、ブスね、見たでしょ、ね、ブサイクの足見てね。ほんで、わし、福祉をくれたんだけどね、1人ね、鼻にブツブツあんですわ。多分それ気持ち悪いね。ほんでね、ちょっとね、腕ね、ねじ愛人になってついてくるで、ちょっと腕組みしたんですわ。死ねてください。死ねてください。もうあれでね、人間ってね、あれね、いやーとか言ったらね、なんか少しはいいけどね、まああの言い方だったんですわ。店員がよくコンビニでも貼るとやったでしょ。だからもうあれで明日からキャンセル、その女は。その女は事務員とね、福祉機だって決まりません。事務員と、隙間産業ですわ。人が、盆休みの時来るね。そんな女いりません。明日電話します。切ります。そういうことで、一回切りますね。